高寺神社は、青森県弘前市に鎮座する神社である。江戸時代後期から、明治時代初期に流行した藩祖を祀った神社の一つ。平成18年に、境内の主要な建物が、国の重要文化財に指定された。法営7年、1710年に即居した弘前藩四大藩主の、津軽信政の病書に起源を持つ。 五代藩主信都氏が信政の遺言に則り、翌正徳元年に吉川十足を採取とする新総裁を採業して、病床を営み、その翌年に本殿を造営して、信政の心霊を戦死したのが宗主で、教法十五年に高寺神社と称した。藩政時代を通じて、津軽史歴代の数計者であった。明治四年に春日四神を誕生し、同十年に、 半祖ための部を廃し、同13年に剣社に列した。戦後は神社本庁に参加。本殿から鳥居までの主要建造物が東西熟場に廃され、これは吉川新党に基づく独特な社殿構成とされ、全国的にもあまり類例がないものとされる。社殿の造営時期は大きく聖徳期、宝暦期、文化期に分かれるが、 司法的特色を備えるとともに各時期の造形をよく表し、金星における神社建築の展開の一端を示すものとして高く評価されている。本殿は片三軒の入りもや作りで、正面屋根に千鳥ハフを飾り、一段低く構えた一軒の後輩は、のきとをハフとする。注文は一軒一個の大らからもんで、西軒炉を介して本殿に、 東堅牢を介して閉殿に続く。東西両堅牢は共に桁行き島張間一軒の霧妻作りであるが、東堅牢の閉殿に接続する一軒分の屋根は一段高く構えられている。以上いずれも、吹きで、五代藩主の武氏による、聖徳二年の造営である。閉殿は張間三軒桁行き二軒の霧妻作り、つま入りで。 拝殿背面中央に接続してこれと一境を構成。拝殿は、桁行き七間張り間三軒の入りもや作り、正面屋根に、千鳥ハフを飾り、中央三軒に、軒木刀破風の後輩を張り出す。これも、吹きで、法歴五年の七代藩主神霊の増体にかかる。拝殿前方に三軒一個の神流門がある。霧妻造鉄板武器の八脚門で、 文化7年9代藩主ネイ屋による造営。本殿後輩には200メートル隔てて、信政の描書があり、霧妻作り堂板武器の一軒腕疑問の描書門が、立つ9代、ネイ屋の造体。描書拝殿は5代藩主信都氏による、聖徳元年の信政の葬儀に際して建立された、桁行き3軒を張り間2軒の霧妻作り銅板武器で、背面1軒が突出する。 その奥に墓石が2基前後に並び、後方のものを本墓前方のものを廃墓とする。以上の社殿8棟と墓2基が平成18年に重要文化財の指定を受けた。なお、境内には宝物殿もあり、その他工芸品等の文化財を収蔵、公開している。ありがとうございます。